横浜 DeNA ベイスターズ、中日ライデル獲得へもう無理なのか。 DeNA 中日ライデル取りへ、ワウアー越え、超高待遇で勝負、マネーゲーム、備え総額10億円超え規模も。10億もあるなら MLB から FA の先発取った方が良くない？全員中日の戦力削ぐのに必死。やっぱ3位からの日本一じゃ物足りんのか。あの横浜が本気でリーグ制覇したくなっちゃってる感じじゃん。10億だのライマルにバウアーだのすげーぜ。横浜にはすでに大型契約した抑えがいたはずでは。10億じゃソフトバンクもっと出すから勝てんやろ。ヘルナンデス、オスナ、ライマルの無慈悲方程式は見てみたい。ゴーメイロドリゲスで迷惑かけてるし、結局キューバが中日から出さないと思うんやけどな。10億も出せるならメジャーの野手取れるやろ。日本に来るしティットも各社が広がる一方だな。1年で切られる選手もおれば、年俸5億以上復讐年も当たり前になってきたし、みんなの意見もコメントで教えてね。チャンネル登録よろしく。本当によろしく。